皆さんこんにちは、イフ奥村とイフ山崎です。今日はあの山崎くんと一緒に紹介するということで、はい、こちらのプロボックスの紹介をしていこうと思います。このプロボックスはカスタムギアにカスタムされている車になるんで、はい、詳しく紹介の方お願いします。はい、セラ VTR スタート。こちらの車両なんですけども、見た感じでわかるんですけど、見たことないようなカラーを。そうですよね、珍しいですね。珍しいですね、こちらのカラー、はい、こちらのカラーなんですけど、エブリィのボディカラーと一緒なんですけども、デニムブルーメタリックで全塗装させていただいております。初めて見ました。僕も初めて見ました。結構カーキとかベージュとか色が多かったんで、ね、でもいい色ですね。めちゃくちゃいい色してます。じゃあ早速フロント周りからご紹介させていただくんですけども、はい、お願いします。こちらのヘッドライトなんですけども、ダイナスティディグニティオリジナルのヘッドライトになってるんですけども、いつもだとインナーの方ブラックアウトでペイントさせていただいてるんですけども、今回クリスタルを使用させていただいておりまして、ウィンカー部分はオレンジ塗装で US 感を出させていただいているヘッドライトになっております。続いてこちらのダイナスティグランドフロントバンパーなんですけども、はい、まあ、こちらもおなじみのフロントバンパーになってるんですけども、はい、こちら純正バンパー一体型交換させていただいているので、そのままつけれるんですけども、やっぱりこう何だとも見た目ですよね。はい、プロボックスもともと商用車で皆さん知られてると思うんですけども、こういったアクセントが一つ入るだけでもうそんな感じを消せるようなフロントバンパーになっております。確かに SUV 感が結構出てますよね。そうなんですよ、もう何といっても商用車のイメージ強いと思うんですよ、どうしても、はい、ただこういうフロントバンパーをつけるだけでこんだけ印象変わるんやったらね。そうですね、はい、皆さんもお買い求めいただいたらなと思います。このグリル部分のネットってなんて名前なんですか。はい、これはハニカムネットって言います。これいいですね。これいいですね、はい、まあ、これがないとね、どうしても中が丸見えになるんですけども、そうですね、もうちょっとしたこれもアクセントの一つなのかなと、うんうんうん、でもその前にはトヨタエンブレムの方も付けさせていただいておりまして、はい、もう総合的に見ると100点満点のフロントバンパーなのかなと。確かに凹凸があるんで、はい、すごいいいです。そうですね、でこちらのバンパーなんですけども4色塗装させていただいておりまして、こちらからツヤありで、ラプター塗装で、ここがマットブラックとボディ同色ペイントさせていただいていますので、お客様のお好きなお色に合わせてお塗りさせていただくことができるので、そちらもぜひご相談いただければなと思います。今回こちらのアルミなんですけども、デザートテックの14インチを装着させていただいております。でタイヤなんですけど、カスタムギアではもともとグリップマックスが標準装備としてついてたんですけど、今回からなんとこちらの東洋タイヤのオープンカントリーにアップグレードされたということで、とてもお買い得になっております。次リア周りご紹介させていただくんですけども、はい、まずこちらのテールランプですね、昭和ガリージさんから出てるテールランプになるんですけども、今回こちらスモークを使用させていただいておりまして、カラーは2色選択できるのでお客様のお好みで選んでいただけます。続いてなんですけども、こちらのエンブレム、こちらもマットブラックでまたオプションで塗装させていただいております。でそのまま下に下がっていただいて、こちらリアバンパーなんですけども、こちらもダイナスティグランドのブランドになるんですけども、こちらもカスタムギアにはもともと標準装備でないんですけども、お客様のオプションで今回追加させていただいております。でこのリアバンパーなんですけども、フロントバンパーとは少し違うんですけど、リアバンパーは3色で塗装させていただいております。こちらのバンパーつけるだけで、はい、こうガラッと印象変わるんで、はい、結構アウトドアとか、はい、SUV 感が好きな方におすすめですね。そうですね、もうこちらのバンパーもお客様のお好みに合わせて塗り分けさせていただくことも可能ですので、はい、ぜひスタッフまでお気軽にお声掛けください。内装のフロント周りのご紹介です。まずはこちらのウッドコンビハンドルとこちらのシフトノブを変更しております。こちらカラーは茶木目となっております。で同じ茶木目でこちらのフロントトレイ、大人気商品なんですけども、こちらも付けさせていただいております。あとはこちらカロッツェリアの9インチナビとヴィンテージシートカバー、お色はカーキとなっております。こちらのシートカバーも3色展開となっております。次リア周りをご紹介させていただきます。まずこちらの D ピラーなんですけども、D ピラースピーカーキットを入れさせていただいておりまして、スピーカーのインチ数 16.5 インチ搭載させていただいております、
ジュノの CF マットなんですけども、はい、こちら今回クラフトウッドをお客様選択されまして、ちょっとこの見慣れない感じも、いやなんかお家のフローリングみたいな感じですよ ね、うん、外装の色と結構マッチングしてていいかなと思います。はい、はいはい、こちらの D ピラーキットなんですけども、もともと FRP の状態で届くんですけど、内装のトリムと合わせるために植毛塗装させていただいております。あとはリアゲート開けた部分にプロボックスはね、ラゲッジトリムあるんですけども、こちらもシートカバーの色と合わせさせていただいて補正させていただいております。では今からこちらの2列目のシートをフラット展開していきます。ではベッド展開させていただいたんですけども、今回カスミギアのパッケージなので、はい、縦方向マットかベッドマットかどちらかで選択できるんですけども、はい、今回は縦方向マットで選択していただきました。はい、はい、どうですか。荷物とか、まあ、やっぱたくさん置けて、しかもこの汚れにくいし、はい、汚れてもこうお手入れが簡単なんで、はい、縦方向マットはすごい荷物が多い方とかにおすすめかなと思います。はい、いかがでしょうか。プロボックスのカスタムギアはプロボックスをかっこよくする装備が一通り揃ったカスタムプランとなっております。その他にも全塗装やオプションパーツなど多数揃っておりますので、気になった方はぜひお問い合わせいただければなと思います。プロボックスの他にもイフーではハイエースやキャラバンなど取り揃えている車種がたくさんございますので、ぜひ一度ホームページをご覧いただければと思います。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。